皆さん、おはようございます。経営コンサルタントの中野です。本日は辛いニュースをお伝えしなければいけないことになりました。街中ではノーベル化学賞に朝日火星の方が決定し、お祭りムードで一色となっている中で、私たち仮想通貨投資家にはなんとむごい仕打ちなのでしょうか。先ほど入ってきたニュースによりますと、期待していたビットコイン ETF、 なんとまたダメでありました。詳しい情報を見てみましょう。これはコインポストさんなんですけども、本日の7時29分ですね。で、今が、もう今ね、まだ、朝の9時なんですよね。9時、朝のね、9時、ここ押せばいいのか、こうやってね。9時ちょうどなので、まあ、1時間31分前ですね。速報、ベーセックのね、ビットワイズのビットコイン ETF を非承認、最後の希望を絶たれると。最後の希望を絶たれるということでね、どういうことかと言いますとね、米証券取引委員会 SEC は、ビットワイズというですね、かなりしっかりした会社のビットコイン ETF の申請を非承認したことが分かりましたと。これを受けて、単一、指数に連動するビットコイン ETF の申請は全て非承認となりましたと。いうことでですね、ゴニョゴニョといろいろ書いてありますと。それでですね、現時点での希望が絶たれた格好だと。申請するビットコイン ETF が最も、だからビットワイズのビットコイン ETF が最も申請に近い、承認に近い状態にあると語っていたが、実現には至らなかったということでございますね。で、非承認理由はこれまで延期をかけていた理由と同様、市場操作のリスクなどの不正行為を防止する面で法的水準を満たしていない点が挙がったと。この防止方策の欠如に関して SEC は、ビットワイズ社だけでなく上場を計画する取引所、ニューヨーク証券取引所に対しても指摘したというと。最有力とされていたバン・エックバンが9月にビットコイン ETF の申請を取り下げてしまったと。で、ビットワイズが今回非承認となったことで、米セックが審査する単一指数に連動するビットコイン ETF 申請は全て終了した格好だということでございますと。これまで単一指数に関連するもの、米国債を含めバスケット型 ETF で先日よりセックが審査を開始していると。いうことでですね、これを受けて、ビットコイン爆下げしてるのかと言いますとですね、実は違いますですね。関係ねえよと。織り込み済みということでですね、そんなの余裕でと。ビットコイン ETF なんかには、もう頼ってはいませんよということでですね、はい、ちょびぽんでですね、本日の朝3時にね、高値をつけて93万円つけて一旦落ちましたが、1,2,3,4,5 時間ほど落ちましたが、関係なく今ね、朝の8時からまた爆上げを開始しているということです。ビットコイン、実はですね、ビットコイン ETF の承認とは全く関係ないところでですね、実はすごく素晴らしいニュースが出ております。ビットコインを、まあ、あるところで、
ある政府機関で、まあ、使おうというようなニュースが出て、これがね、もうビットコイン ETF じゃなくて、その他のね、もっと今ね、ニュースには出てないですけど、一般の人にはまだね、発表されてないもので、期待がね、上げられて、バコーンっていくということでございます。なので、ビットコインはですね、毎年年末年始にかけてね、爆上げしておりますので、もうね、年末ですから、私たちこのビットコインは、このままね、スコーンってロケットのようにですね、800万円に向けて、爆発することが、爆発することをですね、やっぱり忘れてはいけないと思っております。そしてもちろんですね、カルタネータとかノアコイン、その他のですね、アルトコイン。アルトコインっていうのは、ビットコイン以外のオルタナティブコインってですね、その他のコイン。オルタナティブ。オルタナティブの略称するとオルタなんだけど、オルタ変だからアルトって言ってるんですけどね。これですね、24兆円で25兆円ですね、もうね。かなりお金入ってきております。で、サリアム E も 6.27% 1日でアップしておりますし、ライトコインも素晴らしいと。で、なんとバイナンスコインね。バイナンスコイン、ビットコインと間違われて買われてますが、これもう1割も上がってますからね、24時間でね。とんでもないバグですからね。なので、もうね、仮想通貨業界はですね、ビットコイン ETF なんかもどうでもいいと、あるね、もう一つのもので持ち切りとなっております。それでは、今朝のね、朝のビットコインニュースをお伝えさせていただきました。今日も張り切って頑張りましょう。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。